レーザーレーダー探知機のニュースです。ユピテルがスーパーキャット LS720、LS330、GS403 LS、GS A380 を発売。2021年秋版の地図データを搭載しています。最新の地図データでうっかりを抑制。ユピテルが レーザーレーダー探知機の最新モデルを発表した。オービスの速度取り締まり装置が発するレーダー波などを、頼りに、警報、警告し、うっかりの速度超過を、加速度センサーを用いて防ぐサポートをしてくれる。その2022年モデルでは、最新の地図データ、2021年秋版を収録し、警報精度を、さらに向上。同社はそのメリットを、 例えば地図データに未収録の高速道を走行した場合、一般道と認識して不要なターゲットまで警報してしまいます。運転に集中できないばかりか、本来必要な警報を聞き逃すかもしれませんと説明する。ユピテルのレーザーレーダー探知機は、スーパーキャットというシリーズモデルで業界最多となる4つのセンサー、標高データ、 地図データを照合し自社位置を特定するマップマッチングシステムを搭載している。これにより GPS が即位できないトンネル内でも高い精度で警報を伝えてくれるのが強みだ。2ピースと1ボディを選べる収録データ件数は GPS 登録が16万6千件、取り締まり、検問登録が6万件、実写警報、全国が4500件を超える。また、 逆走運転も警告する機能を備える。2022年モデルのスーパーキャットは2タイプを用意。アンテナ別体にピースセパレートタイプ LS720 とアンテナ内蔵1ボディタイプの LS330 特定カー量販店 GS403A380 ウェブ限定というラインナップだ。いずれも3.6インチ液晶と 静電式タッチパネルを搭載し価格はオープンとなっている。